で今さっき終わってみんなが今特典会とかしてるのそれの待ちっていう感じでして、そうなんですよ。なので何しようかなと思って、せっかくやったらショールームしようと思いまして、まなえ姫です。急遽ね、滝山ちゃんのステージに出させていただいて、嬉しかった。朝はね、そう、ユーナの舞台に行ってきたんです。クエナ、ユーナの舞台行ってきて、なんかさ、今日が千秋楽やったんかな、最後の日で東京戻るってやってたんですけど、あのその 開演がさ朝10時半でさ、早いじゃん。でなんか私まず電車乗るの愛媛で初めてやからさ、普段の感覚で路面電車やと思わんくって、そう、路面電車で、でまず電車探すし10時半早い、あ、なんか行くまでも結構時間かかるところやったんで、そう、しかもクエナバカやから、バカでさ、あの昨日のうちに電車調べといたの。そしたらあの、まあ、この時間っていうのがあって、でその次の時間って言ったら近くが11時半ぐらいに着くって、もう過ぎてるやんってなって9時半に着くやつにしたんですよ。9時半ごろてか1時間前で、2時間後しかないやんって思って、でさ朝起きて、で急いで準備してで行くじゃん。で電車乗るときに本当に合ってるか分かんなくてもう一回調べたら、全然まだ電車他にもあって、そう、いや何回も見たのにさ2時間後しかなかったんだよ。その時はでも当日になって多分さ変わったりとかするんだろうね、路面電車分かんないけど、そう、それでやっちまったと思って、ぼっちゃん劇場が見習駅で、見習駅の近くをプラプラしとけば着くかなと思って、そういう特典会してる。で電車で行ったんですけど、あの見習駅からちょっと歩くんで、タクシーなんてないよ、通ってなかった。しかもイコカしか使えないじゃん、クエナスイカしか持ってなかったからさ、タクシー通ってな、てか全然10分ぐらい歩くんだけどね。そんな10分歩くのですぐタクシー乗る人にはならない。ひらまるさんありがとうございます。こんばんは。パチパチ。めちゃめちゃ調べまくった。あとはなんか今日のやつがファンの方っていうよりかはなんかあの学生の子たち、ファンの子って多分一人もいなかったんですけど、学生の子たちでちょうど降りたらさ、中学生の子たちと一緒になってその後ろを歩いてた。エサパチさんバレありがとう。こんばんは。でも電車はマジであの路面電車福井と同じやんから始まって、電車切符買うのも人のところで買うと思ったから、行ったらあこちらですって
券売機のところを行かされて、あ、これはあるのかと思って恥ずかしかった。でも人がいる改札とかじゃないから、なんか不思議な感じだった。若井さん、パフェありがとうございます。バカにはしてないよ。バカにはしてないけど、そういうものだと自分の中で思ってたから。そう、システム違うね、いろいろとね。ひなまゆさん、ひなられありがとうございます。こんばんは。髪の毛がさ、あ、てかさ、今日あのユーナのとこ行って、ユーナとちょっと会えたんですよ。その時に一言目に言われたのがさ、あのスタッフさん、その劇場のスタッフさんに、愛媛にこんな髪色いない女の子って言ってたらしくてそりゃそうだよなと思って、なかなかいないって、こんな髪色。やっぱそうですよ、歩いててもそんな気がしましたと思いながら、はい、でも愛媛の人ってさ、なんか発言がさ、発言じゃない、発音、発音、なんかイントネーションがさ、なんかなんだろう、不思議、面白い。優しい、タクシーの人、あの一瞬タクシー時間も間に合わなくてさ、マネージャーさんと乗ったんだけどさ、その時すごい優しかった。あの信号をさ、また、ま、赤になってて青になるまでよりか降りて歩いた方が早いですよって教えてくれて、もう優しいじゃん。今日は美味しいもの、ココイチを半分こ食べました。すっかり東京の人、東京の人ってどうしたら東京の人になるんですか。でも3年も住んでるから東京の人なのか。今日はだってそのユーナのやつ見に行ってすぐ、あ、ありがとうございます。ボングさん、昨日できなかったやつができた。何やったっけ、何話してたっけ。ひたかさん、ハートありがとうございます。3年住んでた、3年住んでた。だから東京の人って東京の人なのかもしれない。ユーナとなんちゃら、ユーナとなんちゃら、あ、ん、ユーナのやつ見に行ってすぐ来て、から昼ご飯食べる時間もなく、ここまでお腹も空いてなかったので半分もらいました。ここ一、エサプチさん、ももありがとうございます。ゆたかさん、ありがとうございます。今お腹空いてる、何食べるか迷うね。愛媛でユーナの出演する舞台見るって不思議。そう、不思議。でもなんかさ、 LINE はしててさ、なんかいつ会えるみたいな話になった時に、いついつから愛媛って来て、でそれで、え、くれのも愛媛行くよってなって、え、行けるくないってなって今日に至る。おっちゃん劇場行った。編成する歌の気持ちよかった。
楽しい。ハマるね、会いに行くとか。ここだけが違うんだよね。なんでだろう。お土産持って行ったというか、どこのお土産どっちともさ、あれっていうね、愛媛、東京から愛媛来て戻るんで、そうやってまだ大阪のやつ買っていきます。差し入れ持っていこうかなって思ったんですけど、あげれるのか今の時期わからん。でもまあそのうちすぐ会うと思うのでみなりんさん、ありがとうございます。いや、食べ物の差し入れダメな時あったんだよね。エイトの時かな。顔が昨日と全然違う。嘘、同じ人。多分光のさ、あれとかもあるんじゃない？多分。そんな気がする。鼻の下にほくろできた。これここ声のさ、ここ乾燥するんですよ。ここがでさ、ここ切れてんの。やばくない？やばいっしょ、痛そうでしょ。だからさ、保湿クリーム塗ってるんだけどさ、ここがもうね、すっごい乾燥してて、ここそうなの、いっぱいしてるんだけど、なかなか。乾燥を大事に、ありがとう。どこでですか？舞台の感想、舞台の感想。なんかクレナが感想を言う。でもさ、クレナは全然舞台とかもう一回もしたことないし、あれなんですけど、なんだろう、ゆうなが出てる舞台はちょこちょこ見てるっちゃ見てるんですよね。なんだろう、舞台ちょこちょこ見れるとき見てるんですけど、今日のそのぶっちゃ劇場のあのあれはゆうなが主演みたいな感じで、すごいなと感動しました。歌もそうやけどさ、セリフやったりとか、でも可愛いし愛おしかったです。ゆうながさ、前髪なく全部上げててっていう姿はあまり見てなかったから、いつも前髪もあったイメージだったから、上げてて可愛いってなった。そうなんです。だからほんとタイミングあって弾けてよかったです。
前髪あった方がいいんで。ネジ打ってない。パソコン落ちました。前髪ないと一気に大人に。今日さ、なんかさ、めちゃめちゃ顔むくんでて、聞いた、いい音だったです、ありがとうございます。バカさめちゃくんありがとうございます。竹山ちゃんのファンの方、今日いらっしゃった方が、そうなんです、実はですね、竹山ちゃんの曲を一曲演奏させていただきまして、そのためのリハーサルでなんと愛媛に来てます。そして大阪と京都もコラボします。一曲、その曲を。タオルさん、ハートありがとうございます。で皆さん、竹山ちゃんたちも終わったみたいなので、クレナもシェルもそろそろ終わりたいなと思いまする。ありがとうございました。ではランキングついます。13位、杏仁豆腐さんありがとうございます。12位、じゅんくんありがとうございます。11位、クロスドーラさんありがとうございます。10位、よもやよもやださんありがとうございます。9位、ひろまるさんありがとうございます。8位、チェキさんありがとうございます。7位、エサプチさんありがとうございます。6位、みっちゃんありがとうございます。5位、香港のけいけいさんありがとうございます。4位、みーたさんありがとうございます。3位、おかいさんありがとうございます。2位、ゆずかさんありがとうございます。1位、ぼんがさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。では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 、あさっては京都です。ぜひお待ちしております。ぼんがさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ではでは、皆さん今日もお疲れ様でした。ゆっくり寝てね。ありがとう、バイバーイ。みどりさんもありがとう。